はい、どうも J チャンネルです。皆さんお元気でしょうか。 J のギター講座が始まりました。もしよかったら聞いてみてください。今回はタイトル通りですね、3フィンガーですね、あの素晴らしい愛をもう一度やってみたいと思います。これはですね、いろいろね、歌い継がれているいい曲です。で、これ転調があるんですけどね、今回は転調なしで、キーは G でやってみたいと思います。ちょっとこう低いとこは低いんですけどね、コードがですね、 G と G サウス4、そして、D7 ですね。そして難しいコード、ハイコード制覇が Bm になりますけど、 Bm はまあ省略コードでも全然いいと思います。あとは Em ですね、Em という感じのコードですね。そんなにたくさん出てきませんね。難しいのはフィンガリングだけ難しいんです。今回は手元のアップでねやってみたいと思います。はい、それでは始めたいと思いますね。最初は G ですね。で、G サウス4はですね、人差し指を使います。2弦の1フレットです。ここです。 G で、この時に G サウス4になった時に押さえた時にこの中指が来るように来る。ゆっくりやりますね。 G、 この練習をしてください。 G ですね、サウス4、 G、 サウス4、 G、 サウス4、 G ですね。この練習してくださいね。 G サウス4、G サウス4、 G サウス4、 D7 ですね。いってみましょうか。これですね、これがイントロです。早いかな、もう一回ゆっくりいきましょうか。Thank you.
い、こんな感じで弾けたらいかがでしょうかね。であとね、パターンで覚えてますね。まず一つのパターンは、人差し指からこのパターンと、あとは両方このパターンと、あとは弾いた後に3本一緒に、これを組み合わせて使っております。だから絡みそうになったなるってあるんですよね、右手が。その時に、難しい時にですね、この時にこれで一回弾いてクリアにして、その代わり立て直してください。これで難しくなったら、こんな感じでやっております。で、早く弾くときはゆっくりから行って、これからスタートします。一定のリズムでここまでできたら、今度は少し早くします。今のね、失敗したのをごまかしたの分かります？心と心が今はここでこうなりそうになったので、ここでこのね、3本のこれはね、すごく使えます。こうやってやると、その間はクリアにできるわけでしょ。普通はこう弾いてるじゃないですか。弾いてるんだけど、これをなった時に一回5話3にして、そこからまた始めるんですよ。こんな感じですね。このテクニックさえ覚えれば、スリーフィンガーってほとんど弾けると思うんですよ。だから最初から最後までね、タブ譜で全部覚えて弾く人ってまずいないと思うんですよ。僕らの世代はね、今は知りませんけど、昔のフォーク世代なんてもう本譜面読めない人ほとんどでしたからね、感覚ですよ、リズムと感覚で。とにかくそれで、これで合っていれば、こんな感じでやっていけばいかがでしょうかね。楽しんでゆっくりで、まずこれもできないという方は、まずこう寝かけてと、こんな感じ、だん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 、素敵な思い出残してきたのに、失敗しても止めないってことはコツなんですよ。美しいと言った二人の心と心が、今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛
しょうかね。はい、ということで、あの素晴らしい愛をもう一度スリーフィンガーでやってみましたが、いかがでしょうかね。もしよかったらチャンネル登録をしてまた見ていただきたいと思います。次の動画までよろしくお願いしたいと思います。今回はちょっと顔出しはなくて、ここで失礼します。次回の動画まで J チャンネルギター講座でした。ではまた。